ようこそ腕時計本舗へ、スタッフの小林です。いきなりですが、皆さん腕時計のお手入れってされてますか？腕につけるだけなんですけども、汗とかほこり、皮脂などで意外と汚れるんですよね。お気に入りの腕時計なんかは特に綺麗な状態で維持したいですよね。ということで、今回の動画では腕時計本体ではなく、お手入れに役立つこちらのクリスタルガードクロノアーマーという商品をご紹介いたします。このクリスタルガードクロノアーマーはですね、簡単に言うとこれ1本で腕時計の汚れを取ることもできますし、さらにクリスタルガラスコーティングもできてしまう、すごく便利なアイテムなんです。もともとは高級車用のコーティング剤としてあったものが、腕時計用に改良されて誕生した商品なんです。それでは実際に使ってみようと思うんですけども、今回は例としてタグホイヤーの腕時計に使ってみます。はい、お手入れ前はこのような状態ですね。腕時計の表面に、汚れや細かい傷がたくさんあります。光の反射具合もこんな感じですね。それではお手入れしていきますね。まずはクロスにクロノアーマーを 4、5 回プッシュします。次に、腕時計全体に隙間なく塗り伸ばしていきます。早速綺麗になってきましたね。汚れはもちろん取れていますし、反射の仕方がさっきと全然違いますね。裏蓋にも、塗り伸ばしていきます。汚れやすいところなので、ここはしっかり拭いてコーティングしていきます。では最後にコーティング剤をから拭きしていきます。水分が残らないようにしっかり拭き取れれば完了です。はい、完成した状態がこちらです。いかがでしょうか？汚れはもちろん取れてめちゃめちゃ綺麗になりましたし、ガラスコーティングされたことで光沢がついてピッカピカになりましたね。傷についても、消えることはないんですが、目立たなくなったかなと思いますね。ちょっと塗って拭き取っただけなんですけども、こんなに変わるのはすごいびっくりしました。あと、クロノアーマーのいいところはコーティングされることで、傷や汚れがつきにくくなるので、大切な腕時計を綺麗な状態で、長持ちさせることができます。クロノアーマーはあらゆる素材に対応しています。ステンレスやゴールド、プラチナ、チタン、カーボン、プラスチックなどの腕時計にお使いいただけます。また樹脂やオイルなどが一切入ってないので、錆びてしまったりとか酸化して腕時計を傷めてしまうことはないですね。ただ革や布のベルトには対応してないので、ご使用は控えていただければと思います。はい、以上ですね。今回の動画ではこちらのクリスタルガードクロノアーマーをご紹介しました。これ1本で腕時計の汚れを取るだけじゃなく、コーティングで上品な輝きを腕時計に与えてくれる、とても便利な商品です。すごく簡単なのでぜひお試しください。商品ページは下記概要欄よりご確認ください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。